アプローチに悩んでる方はこの練習はめちゃめちゃおすすめですね。フェースの向きはスクエアでまっすぐで真ん中のボール抜けて、このオタク打ちの練習はショット全てにこうつながるので、賞金王っていう目標も自分の中ではあるので、そこに向かって賞金王争いに行けるように頑張ります。